はい、皆さんこんにちは。今日もリカ侍の企画でございます。最近多いですね、いろいろとご好評いただいてですね。今日のゲストは今までで最年少かもしれないです。で、もともとプロのアメリカンフットボールの選手 でちょっと早速呼んでみますか。ではどうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ自己紹介をお願いします。はい、前田慎吾です、はい、最年少ということですけど、まあ、そう30歳ですよ。うわ、30歳だって今までどっちかというというか、この間だって73歳と対決したんですよ。そう、でその前は60歳とか、はいはいはい、あと誰だ、そう結構、あ、そっか、そうっすね、そうそうそう、なんでダントツの最年少かもしれないです。 そうなんですよ。というわけでですね、はい、で出会いは、結構男子プロ仲ですよね。そうですね、池村智代くん、はい、前出てくれたし、うん、その子の紹介で最初ラウンドして、うん、でその後コンペとか来てもらったりとか、うん、てかゴルフ歴何年ですか。2年と2ヶ月ぐらいですかね。やばまだベストは70、やばくないですか。なんか それで、ね、最初会ってからインスタつながって、うん、で最近見せたら、待って、めっちゃ上手くなってないと思ってでちょっと声かけさせていただいたんですけど、はい、しかもいつもめっちゃバックとかで回ってません？後ろで回って、大体バックかフルバックで回ってますね、はい、それでこのスコアですよ負けあるぞすごい。それで、はい、その選手は何歳からどれぐらいやってたんですか？はい、アメリカンフットボールは、大学の時に始めてそうです。で社会人になってちょっと1年ぐらい仕事めちゃくちゃ頑張った時期が流れたんですけど、うんうんうん、選手は7年ぐらい、オリックスイーガルズっていうチームで、はい、で最後に3年はプロでやってました。すごい、はい、代表って言ってましたもんね。だってそうですね、はい、めっちゃすごくないですか。ポテンシャルやばいやばい人来た本当にすごいですよね。いや本当ですか。あの正月にねやってるやつですね。あ、そう、すごい。感覚ですか。大学は関西大学です。はい、感覚に負け続けましたあー、そっか。というわけで今日はストロークでやっていきたいと思うんですけど、はい、まあ、ちょっといろいろお話も聞きつつ、はい、というわけでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ここ来たことあります？ない。あ、ないんですね。そう、ない。だもうアプローチみたいな感じで全部打っていこうかなと。でも結構短いから、うん、あれかもです。あ、ほんと？もしかしたら、なんか YouTube、 いろんな YouTube やっぱ結構見てるみたいで、うん、浅見は YouTuber よく使わせてもらってるじゃないですか。そうなんですよね。なんか見てはいますよね。 YouTube ではめちゃくちゃ見てます。あ、なんでなんとなくのホールロケーションのイメージはあります。すごい3つあるけどどれも分かりますか？やっぱあ、でもどこがどこか分かんない、ここと横の隣のコースはよく見るんで、はいはいはい、うん、もう1個の方があれ、しなちゃんとかで回ったって、もう1個の、そう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 ですあれ、ちょっとしなと、あ、そうそうそうですよね。そうでしょ。そうそう、この間もめっちゃすごい、結構見てる、ね、ちょっと、いや、2人ともノーアップなんでね。マジそれ今日はなんと練習場はクローズという珍しいアマチュアにとっては致命的です。やっぱ練習しないと。いや、絶対2カゴ3カゴぐらい打ちますもん。打ちすぎでしょすごい。ね、アメフトのアップの感覚でいくとそうなっちゃう。そっか、アメフトのアップ何時間するんですか？何時間、まあ、でも15分ぐらいじゃない？あ、意外と、うん、ゴルフの方が長いじゃないですかすごい。うわ、ちょっとお願いします。来すぎかな。ナイス。ナマス。これ落ちてくるよね。ああ、多分あそこだったら。ナイスです。あ、よしよしよし。右打っとけばいいんだよね、ここはね。そうですね。どっちかというと右の方がやっぱり。でも飛ぶと、ちょ、どこまで飛ぶか分かんないですけど、もしかしたら。あの右の林の。そう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 。いや、でも飛ばないように打ちます。おお。頑張って。マジ人間なの、本当に。いやいや。じゃあよろしくお願いします。お願いします。やっぱ行っちゃいましたね。これやっぱ飛んで右だと木の後ろ行くかな。うん、
いやー、まあ、ナイススイングですけど。そっか、ゴルフの撮影初めてですよね。ゴルフの撮影はそうですね、初めてですね。すごいわ。え、最初からもうドハマりしたんですか？うん、始めたきっかけが、うん、そのコロナの時期に、はいはいはい、他のスポーツ選手もみんな一時期暇な時期が突入して、そうですね、スポーツ選手めっちゃ暇でしたよね。そうそう、だからその J リーガーの子とか、はいはい、ラグビーのやつらとかが始めたから、始めたら、まあ、周りがね、みんなこうアスリート仲間で始めたので、はいはい、なんかこう、しかもチームスポーツのメンバーでみんな始めてるから、なるほど、そのスポーツってすごい楽しくて、やっぱそうなんだ、うん、もうすぐ激ハマりしました。え、でも上達めっちゃ早くないですか？いやー、まあ行ったり来たりしますけどね。いや、マジすごい。練習が楽しくて仕方がなくて。え、毎日やってます？ほぼ毎日やってるんじゃないですかね。すごっ。え、待って、ひかちゃんがこの辺じゃない？ってことは俺絶対向こうまで行ってる。いや、私の基準にしたいのに。あ、え、見て、あそこだ。めっちゃ、ってことは全然、ってこと、え、あのおじさんのよいしょ。あ、あれじゃない？どれ？あ、すいません、ありがとうございます。あ、それね。あ、下行けますね。クラブ中って言ってください。はい。まあ、アマチュアのノーアップなんてこんなもんですねこれはね、朝一無理したら事故りそうなんで、その辺に出します。落ちる？はい。ピンまで106ヤードです。さすがに冬で5人はいかんか。でもちょっとフォローなんですけど、47で押さえて打ちます。おー、いい音。でも右で弱いわ。おお、当たりが。あ、ちょっとティーショットは仕方なかったから、パーパット打ちたいね、ちゃんと。ちょっとピンの右目にパーパット打てたら大丈夫ですね。ピン飛んじゃった。え、でもいいですよ。うん、うまっ。あ、ちょっと奥？奥なのかもしれない。まあどうでしょうか。行ってみましょう。うんまっ。止まってないかな。なんかちょっとグリーン見えないんでどうですかね。一応ピンは手前だからグリーン上にもありそうです。ね、結構グリーンが閉まってたから溺れてそう。まさしく。すごい状態良かったよね。コンディションいつも良くて、本当に。あららら、ほら、ここ立ってるんだ。え、むずそう、上から。おっと。あ、でもでもでも、まあ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 、もっとこうなってるかと思った。お、これ、下り上げしたすごい結構グリーン、多分動画じゃ伝わんないかもですけど、弱めですよね、うん。傾斜がまあまああるんですよ。そう、なんか動画で見てる感じだとね、本当平らに見えるでしょ。うん、アンジュレーションなさそう。ちょっとグリーン周りが右に傾いてんのかな。グリーン周りじゃない、ピン周り。硬いですか？凍ってる。え、凍ってる？凍ってる。中まで入んない。今年初なんだが、凍ってるグリーン。ちょっと上げに行きたい、この芝で。はい、うまっ。ナイス。うまーす。うまくない？ペタペタの。今のめちゃくちゃうまい勇気。今ね、フォークが入んなかったよ。やばいですね、うん、この時間で凍ってるってやばいわ、ね、今もう10時ぐらいなんですけど、ちょうど。え、ほんまや。なんで関西弁なんちょっと冬芝が怖いんでパターでいきます。うんうんうん。
タッチだ。入っちゃえ。え、無視でしょ。入っちゃえ。やばい。よーし。入っちゃえ。え、無視でしょ。入っちゃえ。やばい。よーし。待って、これたまたまです。うまっ。え、いや、今のパーやばい。やばい。なんか今までの人生で一番嬉しいかもしれない。今のパー。数々パー取ってきた中で。え、すごい。ありがとうございます。やばい、めっちゃ油断してた。え、っていうかなんか入るとかの前に寄るの難しいだろうなって思ってたんですよ。マジか。いやでもラッキーですね。すごい。やっぱ持ってますね。そういうところ。この後怖いわ。プロアスリートはさすがですわ。急に緊張するやんこれ。ナイスパ。めっちゃ緊張したわ。え、ナイスです。いや、ありがとうございます。激パーですね。いや、激パー。いや、このパーは嬉しいで。やばい、マジで。やっぱパターンにしてよかったね。でもそうですね、ナイス選択ですね。結構パターでも、私エッジからパターの超苦手なんで。あ、そうなんや。そう、距離感がやっぱむずいから。やっぱでもね、あのアマチュアだとちょっとその、うん、なんかアプローチが芝のなんかこう見た目とかで、まあイメージ湧かなかったら、よくパターで打ってるから。いや、そっかそっかそっか、経験があれなのか。打ち慣れてるにしても入るとは思わなかった。いや、間違いない。で、距離もなんかちょうどよかったし。すごっ。やっぱさ、ポテンシャルが違うんかな。だってさ、普通の人がさ、2年やってさ、後ろからアンダー出すなんてありえないじゃないですか。まあ、ありえないってこともないかもだけど、まあ、まれ。なんかね、その日は、でもそのイーグル一つとで、バーディーが、4つ出て、うん、6個潜ってるんだけど、うん、4つボギー打って、まあ、そんな感じじゃないと多分、ね、アンダー出ないと思う。いやでもすごいわ。え、なんでそんな上手くなったんですか。いや、私もめっちゃ上達遅かったんで、はいはいはい、ちなみに、はい、教えてほしい、何したか気になる。なんだろう、まあ、まあ、まず練習量はまあ、普通の人よりか明らかにやってるとは思うんですけど、はいはいはい、なんかそのスコアが出なかった原因とか、うん、その自分の強みとかっていうのを、うん、結構わりかし徹底的に理解するようにして。やっぱアプローチの仕方が違う、上達に対しての、うん、そう、それで必要なものを抽出して、うん、まあ、ちゃんと練習するようにするっていうことだけを考えてて。いや、コミットだわ。まあ、ただなんかね、そのゴルフはやっぱり今までやってきたスポーツの中ですごい一番難しいなってやっぱ思ってて。いやいや、もっと難しいですよ、みんな。申し訳ないけど。いやいやいや、ゴルフはね、本当難しいよね。いやいや、いや、まあ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 、スイングについてはやっぱ最初は全くゼロの知識じゃないですか。ゼロ。それはどうやって学んでいったんですか。見て、動画見てみたいな話。見て動画で独学で。もちろんね、嫌いなとこいっぱいありますよ、もちろん自分のスイングで。あ、形的にね、うん、まあでもね、できるだけ少ない数であのちっちゃい穴に入れるのが目的だから、うん、いや、間違いない、ね、スイングどうでもいいじゃないですか、うん、もう気づいてんのよ。いやいやいや。そうなんですよ、うん、これは左は OK、 これダメかもですね、ドライバー。まあでもこれ YouTube 的にはね、あの木の上行った方が。いや、まあいいんですか。そんな YouTube 的なこと考えてくれちゃうんですね。一応あの真ん中まで200って書いてありますね。はい、私は軽く。まあでも奥は冬だからね、木の上ぐらいからちょっとドローしてもいいかな。うん、ナイス。おはようございます。いい感じのドロー。おー、ナイス。ナマース、ぴったりですね。
いやでもちょっとカートにだけ跳ねないでね。なんかボール見えた？見えないです。大丈夫かな。え、キャリーであの上は行ってないですよね。多分行ってないよね。だいぶ抑えて打ったんで。ですよね、うん、あのカーツにポーンってだけなってなければ、ね、あの右ラフぐらいにあればいいなと思って打ったら、うんうんうん、まあありそうね。なんか撮影ってなるとさ、なんかちょっと標準語が入ってきて自分ですげえ気持ち悪いな。あ、そっか、ちょっと関西弁。そうそう、だって生まれ大阪やから。そうですよね。ね、しかもね、本田さんの解説を聞いて今日来てるんで。そうだ、ほやほや今。ほやほや。50度で行きます。ちょっと右ですね。ちょっとね、短いね。あら、めっちゃ短いわ。まあ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 、まあいいや。100、あ、またさっきと同じぐらいだ。で、ちょっとフォロー系なんですよね。あれ、左からって感じだって。これまた凍ってないよね。ちょっとフォローやと思ってた。あー、110、47で打ちます。47振る。お、いい感じ。どうなの？あー、ナイス。おっ、OKOK。止まった、よかった。止まった。止まーす。すごい保険をかけ続けたゴルフをしてます。大事、ね、大事。スコアだから。まあでもこう今日みたいに練習せずにこうラウンドに入った時に、うん、あんまりこうね無理しすぎるとエラーが起こりそうな気がするんで。確かに確かに。とりあえずパーパットをしっかり打つっていう。これもう一回パターまであるよ。今どうですかね。ちょっとちゃんと見てなかったけど、ね、あるかも。また本田さんみたいな口調になってもう。あるよ。ちょうど昨日ワールドカップ、はい、多分時差あるんですけど、決勝がね、そう、決勝が終わった直後ぐらいなんですよね。もうだからね、決勝の余韻でアドレナリンがこう出てますよ、まだ。いやでもあんな試合見たら、私見てないんですけどね、ニュースだけ見たけど、すごいなって。あんな試合見たら眠れなそう。興奮して、ほぼ寝てないです。左、リカちゃんのところら辺だと上りのパッドだよね、多分。そう、私は上りになります。あー、けど、そうですね、上り目。いやね。なんで、ピンの左側に、まあ、ワンクッションぐらいがちょうどいいんですかね。うまい。オッケー。ナイス。ありがとうございます。え、うまうわー、おお、OK じゃないですか。やってもらったお先です。お疲れ様です。あー、ありがとうございます。結構切れたね。ですね、浅め行きすぎたな。浅めゴルフクラブ。え、あ、ごめん、なんでもないです。でね、こう交渉会をちょっと、ね、いや、そういうのをこう拾っちゃうんやね。いや、ありがとうございます。いつも一人でやってて誰も拾ってくれないんで。いやー、これボール1個ぐらい見た方がいいかな。パーパット。うわー、切れた。よし、オッケー。はい。かー。惜しい。今みたいなパターが決まんないと。今のね、よいしょ。
まあでもね、PGA の選手でも 2m とか 40% しか入んないですもんね。ね、すごいですよね、うん、本当なんその確率って思う、ね、どんなグリーン。僕が悔しがる意味があんまりないですよ、ね、いやでも悔しい。まあね昨日もいっぱい練習しました。でも昨日は娘と練習場に行って、はいはいはい、見ました、あのストーリー。娘と一緒に楽しくやってたんで、別に100球ぐらいしか多分打ってないんですけど、すごい。なんか娘ちゃんは結構ちゃんとやってるんですか？いやいや全然全然、まだクラブ握りたてぐらい。あ、そうなんですね。でなんかおもちゃのクラシックのクラブで、はいはいはい、家で遊び始めて、へー、すごい楽しそうにやってる。え、でも絶対やらしたいでしょ。やらしたいね。もうなんかね、別に上手くなるとかもどうでもいいから、はいはいはい、一緒にゴルフがしたい。そうですよね。ただそれだけ。3450か。いや冬場はでもなんか縦距離が分かんなくなる。あ、まあ確かにそうですよね、うん、だってまあ2回目の冬でしょ。分かるわけない。何言ってんだみたいな。2回目の冬じゃね、データが少なすぎるよ。